皆さんこんにちは。なんかね、雪すごいですね。雪の時行った人います？スーパー。私雪の前日の時にスーパーで爆買いしたんで、全然なんか行く必要がなかったから。あとね、車がね、スタッドレスタイヤとか冬のタイヤ履いてないので危険なんですよ。もし万が一のことがあったらもうやばいことになるので、出かけない方がっていう。いや、あとちょっと外出ただけでも靴は濡れるしさ、ダメだから。でもうちのちびすけは練習に行ってましたよ。朝も練習に行って、夕方の練習雪の中行きましたよ。なんか、あ、靴買ってあげなきゃみたいな、あの雪山の靴みたいなやつ。長靴とかもサイズがもうね、ちょっと大きくなってきて、まあ、大きくなってきたので、ちょっと買ってあげないとな、みたいな、そんな感じです。今日はですね、こちらの箱はセリアで買ってきた箱なんですけれども、これはですね、ダイエーのクリスマスケーキですね。ダイエーのクリスマスケーキ。こちらは冷凍ケーキで届いたやつなので、すごく状態はいいんじゃないかなと思います。もうそろそろですね、まあ、冷蔵庫が邪魔、冷蔵庫の中邪魔っていうので、ちょっともう、消費していった方がいいんじゃねえかなと思って、ちょっと出してみます。で、どんな味なのかとかお伝えしつつですね、まあ、こんな雪が降っちゃったんでね、買い物行って、こう、凍ってるケーキってこんな感じですね。まあ、ケーキも1ヶ月ぐらい、賞味期限的に1ヶ月ぐらいって言われてるんで、今、ダイエットケーキは、こんな感じでございます。そして、まあ、これ、ピラピラピラ。凍ってるうちにね、このピラ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 は取った方がいいでございます。うん。うずらさんたちもね、寒い中ね、私がね、外でね、雪レポートとかってやってるのをね、こなしてるんでね、ちょっと今日は泣かしてやってください。はい。はい、泣かしてやってください。で、ケーキの写真を、ダイエーのはね、まだ写真撮ってない、撮ったかな？断面とかね、撮ってくださいとかいう人がいらっしゃるので、断面とか撮影したいと思います。ケチャップ邪魔。ケチャップ邪魔。ちょっと今日、雪だったので、なんか、ハンバーグ作ろうと思ったんだけど、出かけなくて良くなって、ちょっともう一段落、もう一段階手間のかかる、ロールキャベツにしようみたいな感じで、ロールキャベツにしたんだよね。ちょいお待ち。まあ、このノエルを取れば、もうそろそろね、今もういちご狩りやってるみたいよ。いちご狩り。うん。まあ、凍ってます。凍ってます。うん。凍ってれば、節分の時の、でもその、ひな祭りの時のっつってこれ出したらちょっと悲しくない？あとまだね、あれがあります。モンブランタルトの、栗のやつ、あれがあります。買ったまだ出したばっかりだから買った。でも断面が取りたいんだ。買った。包丁は包丁屋さんで研いできたんで、結構いい、優秀、結構優秀。よし。今年ね、ちびすけを ABC クッキングのなんかケーキとか
あれとかに行かせようと思ったんだけど、もうね、あのチョコレートを作るやつはいっぱいでした。満席でした。うん、もう一個皿あった方がいいかな。あ、これでいいか。立ち上がるのがめんどくさいから。これでいいか。ちょっとこれ。今日はちょっと、検証。もう、これも一応検証でしょ？一応検証でしょ？こんな感じの断面ですね。断面きれいに取れちゃうんだけどな。この部分もちょっと汚いな。あ、でもちょっと硬いから取るのがティッシュじゃちょっと難しいよな。アイスケーキではないのかな。普通の。普段いつもやってることはカメラをつけてみたいな。よし。そうすると、さすれば私はあれがない。フォークがない。どうしよう。箸でいい？行くのがめんどくさいから、箸でいい。まだ多分ね、食べれないと思うよ。ここの、どうなの？カタカタ、カタカタ。うん。冷たい時は、甘さがそんなに際立たないからさ、冷凍のままケーキを食べてみると硬い、まあ、若干風味は元々のパッケージからセリアのパッケージに入れて箱に入れて保管なので、生クリーム、スポンジには匂いはついてないけど、まだ花粉味は落ちるよね。あ、でも山崎のと違ってそんなに甘くなくて上品な。これまだケーキ、あの、硬いんで、凍ってるんで、こんな感じよ。カッターみたいな。カッターって、あの、普通にケーキを、フォークを入れて上品に食べるような感じではない。あと硬い。すっごい有効ケーキ。こんな感じじゃん。なんであの時にこんなに夢中になるのかね。今年のクリスマスケーキを狙っている皆様、ぜひ参考にしてください。クリスマスケーキ検証は一定の成果出しておりますので、参考にしていただけると、いいんじゃないかなと思います。あ、なんかあのティッシュとかがないから、どうしよう、高級ティッシュみたいなやつ、なんかあと見せちゃったかな。アルコール麺じゃないんだよな。ちげえちげえちげえ、これじゃねえこれじゃねえこれじゃねえ、なんかあのお手を拭くウェッティーなやつが欲しいのにないよ。なんかね、雪が降り積もったのは降り積もったんですよ。まあセブンちびのすけの動画を見ていただければわかるんですけれども、ちょっとね積もったのよ。で、そうするとスーパーってどうなるのかなと思って、帰宅困難者とかあったら困るじゃん。だからベルクが最初にインスタ見たときに、ベルクが、あの、時間短縮みたいなお知らせが入ってて、あ、短縮なんだ。各スーパーが時短になってました。帰宅困難者を防ぐために。
で、こちらはですね、ヤオホーの検証で、今、四つ葉牛乳を買って、どうのっていう検証がありまして、四つ葉牛乳って意外と高い牛乳で、明治美味しい牛乳よりも、きり私はちょっとこっちの方が好きです。なぜかというと、まあ、キャップの開けやすさとか、まあ、このね、注いだ時の注ぎ方とかも、まあ、なかなかいい感じ。こっちが四つ葉牛乳で、こっちが四つ葉 4.0 牛乳。味がね、いいんです。濃いんです。なんか。いつも私は美味しい牛乳飲んでるんですけど、なんか美味しい牛乳よりも美味しい。あえて美味しいって書いてないところが、ちょっと素晴らしくないでしょうか。北海道の十勝地区が一番あの牛さんがね、いっぱいいるとこなんですね。やっぱ美味しい牛乳とかだと飲めるよね。なんかあんま美味しくない牛乳、安くてあんま美味しくない牛乳よりも美味しい牛乳の方がいいかなっていう。この 4.0 の方が濃いのかな。これで比べるはちょっと無理だと思うんですけど、こっち 4.0。 なんかね、20円ぐらい高いんだよ。はっきり言って。そんなに違いないね。ぜひやってみてください。どんで、腹壊さないように。ここら辺を見ると、違い。こういうの見てます?皆さん。カロリーが140キロカロリーに対して145。重要なカロリーは、低脂肪の方があってところに、脂質とかもちょっと高い。ちょっと濃いみたいでね、こっちが。120度で2秒間。これね、理想的なのは低温で、ちょっと長く、殺菌の、この殺菌時間が、これは、120度で2秒なので、そんなに、あれですね。これ、成城石井とかに行くと、もうちょっと殺菌時間が、長いやつとかがあったりとかするので、まあ、そういう牛乳は結構美味しかったりします。はい。これは北海道。四つ葉牛乳とかち。私がよく見てるモーモーは、あれみたいだからね。高梨におろしてるみたいだから。四つ葉って四つ葉牛乳っていうの?四つ葉乳業なんだ。こちらは味が若干濃いけど、あんま変わりません。カロリー気になる方は、こっちの方が、四つ葉の、いつもの四つ葉の方が。ただもう四つ葉は美味しいです。で四つ葉の場合は、たまにバーコードで問われるやつがあるので、バーコード取っといた方が無難でよろしいと思います。はい。で、私今日ね、ロールキャベツを作って、今、煮てるんですけど、まだ完成はしてなくて、まあそうね、検証、スーパーがさ、なんていうのかな、早じまいとかになっちゃったらどうするんだろう。もう惣菜とかのさ、夜の部の惣菜作りとかもストップしちゃったりとかするのかな。どんな感じになってるのか。まあ雪の日、今日なんか雷もすごかったんで、雪および雷、こういう時はね、本来だったら雷は
値引きの絶好のチャンスみたいな感じで。でももう、予報出てたんでね。そういう時ってスーパーとか、デパートとか、仕入れとかを、やっぱり、控えたりとかするから、雪の時とかね、あんまり安くならないと私は思っています。うん、だって、あらかじめ、ウェザーニューズみたいなところで、天気予報が入手して、雪ですよってなったら、その分仕入れを控えたり、人数を調整したりとかするんで、なので、逆に品薄状態で、店に何にもないやーみたいな感じになるんですよ。あとは、豪雨とか、災害が近づいてる時に、まあ、買い置きしとこうみたいな感じだと、やっぱ見込んだ客が来ないから、もう、見込まないみたいな感じで、物が少ない状態。物が少ない時に行っても、ちょっと意味ないですよね。もうこう、硬いケーキを無理に食べるのは、このクリームが冷たければ冷たいほど甘さが感じられなくて済む、ちょっともう箸じゃなくてさ、私もあれ持ってこようかな、失敗小僧大先生みたいに卓上で料理してみようかな。こんちゃこんちゃでございますって言って、ケーキはね、無理くそ食べようと思っても、今の状況では、ちょっとね、硬すぎて、レポができません。ここをもう一回閉まってきて、違うものを何か持ってきて、あとね、もうこんな天候になっちゃったから、カルビー大収穫祭の箱とか、クリスマスケーキのいっぱいある箱とかをぶっ壊すの景色ができてないのよ、まだうち。ただ今、究極にさ、家の中狭くてさ、ちょっとやばいんですけど、結構やばいです。これ純正な箱じゃないんで、すごいなんか入りづらいですね。ただ、買ってきて、箱を、取っときたいけど、とかっていうときは、これ、セリアで100円で売ってるのが、なんかいいなって思いました。ちょっと、食いかけのケーキ、こっちの面だったら、まあ、食いかけに見えないんじゃない？ちょっとこれ置いてきます。で、料理配信に、する料理でどうしよう、これ冷凍にするかな。少人数家族なんで冷凍にするか。ロールキャベツを持ってきたとて、ポポフみたいな感じのロールキャベツみたいな感じで今煮てたりとかしてたんですけど、ちょっと今すぐに食べる元気。そうね、私フォークを持ってこようとしてフォークを忘れてる。いやだ、年取りたくないわ。なんか食レポできるやつないかな。
なんかないかな。あるとしたらね、結構優秀だったのかな。具沢山の、すべてが、いやでもなんかすべてが主役の、すべてが主役のやつ、ちょっとなんか食べるさ、レポするのに、今ちょっと、そこまでの元気がないんでございますわよ。どうです?今暖房消しちゃってるんで、つけた方がいいかな。暖房つけた方が。あ、だいぶ。だいぶ。なんかね、でもね、そんなに思ってたほど、美味しくない。でもそれもっと、なんだろう。スポンジかカステラみたいな。ダイエーの冷凍ケーキちょっと期待したんだけどね。まあ、クリームは、甘さ控えめ的な。なんかこれ4000円とかだったらちょっとなーって思うが。うん。揚げ山みたいに。こんなすごい美味しくない。でもこの雪が降ってさ、どうですか？皆さんに食料ありますか？食料。私はね、ケーキまでがあるっていうさ、何も、なんか必要なものがないぐらい、なんか、しばらく籠城でいいよねっていうぐらい食料がある。うん。米もあるし、お茶もあるし、肉も魚も野菜もある。なんなら舞茸もあるぜ、舞茸。なんか卵も2パックあるから、むちゃくちゃいっぱい、だし巻き卵を作った。なんかちびすけが、だし巻き卵を作ってみたいみたいで、皆さんが作ってると、横に来るんだけど、あ、もうだし巻き卵作り終わっちゃったよって。あれを覚えると、お弁当の中に入ると、かなりいい一品になるね。ちょっと生クリームゾーン全部食べちゃって、生クリームから先にさ、溶けてくるから先に食べちゃっていいのかよ、みたいな。これケーキの半分だよね、これ。冷たいアイスケーキっぽいイメージで。この前になんかさ、牛乳の飲み比べみたいなやつで、結構寒いんだけど、口の中が。四つ葉牛乳は美味しい。ちなみに私は子供の頃は牛乳は飲まなかったです。なぜかというと、身長が高かったからです。なんか牛乳飲むと背が高くなるみたいな、なんか謎理論を信じてたんで、もう牛乳ね、一滴も飲まないようにしたよ。もう1ミリも背が高くなりたくなかったから。私これ袋開けてどうしようと思ったの。あ、このゴミが嫌だってこと、
はい。牛乳。牛乳じゃないんだよって。でもさ、検証をさ、この雪の中は検証できないでしょう。雪の中検証は、こういう時はね、命を大事にしましょう、みたいな。もうその前の日に、東急で爆買いした話ね、レシートで5000円とか、1000円のレシートとか、500円のやつとか、もう連日行きたかったところ、ストップがかかっちゃって、たんで、まあ、うん、野菜ね、カットレタスなんかは、まあ普段カットレタスみたいなやつは買わないんですけれども、今、ある玉の、丸い玉のレタスを全部食べきっちゃおうとか、それで、ここから毎日、うん、カットレタス2個買って、あと東急で卵買ってとか、あ、でもあれ2つは応募できないのよね。だから、まあ東急で細々としたものを買って、ヤマパンとかも始まりましたしね。でもヤマパンとかもね、もうね、これいらねえんじゃねえのってやつはあえて応募するのをやめるとか辞退するとか、まあ一回見送るとか、そういう感じ。あのね、ジオドリのやつは、私がいいなと思ったのはですね、ひっき肉、鶏のささみとか、ちっちゃい小分けパックでも一応、ジオドリのマーク貼ってあったりとかするので、ああいうなんか、やつ、安い肉で貼ってあるやつのマークで応募するっていう感じ。牛肉のマークのあの、宮崎牛っていうやつよりは、ジオドリのやつの方が全然安価で手に入って、かつ当たる可能性も高いですよっていう感じ。宮崎のやつは、宮崎牛のやつは、ちょっと、あれはなかなか当たらないかなっていう感じですかね。あとは、今、ビスケットの日とかが、まあ、お菓子の日があって、次ビスケットの日があって、あとはまたクイズのやつとかがあって、ジオドリのやつもクイズがあって、あと他のなんかクイズ系のやつとかもちょろちょろありますね。クイズっていうのは、今日クローズド検証っていう名前の、クローズドオープン検証っていう名前の検証になりますので、当選率、応募倍率とか考えると、結構当たらない検証にはなってきますけれども、こういう、まあ、外に出れませんよ、ちょっと、秋の夜中じゃなくて、冬の夜中ちょっと寝れなかったり、なんか興奮したりとかして寝れなかったりとかする方はですね。なんか、ちなみに牛乳飲むと眠くなるみたいな、舌が眠くなってきたな。いや、牛乳美味しいわ、これ。最近私 R1 とか飲んでるんです。R1。なんでかわかる？R1 は、明治のキャンペーンで、R1 買うんですよ。明治3個含むとかいうやつは、もうめんどくさいからさ、R1 買って、で、検証の、あれで、あれも当たるかな、当たるかなじゃなくて、当たるんだよ、みたいな。さすがに私は眠くなってまいりましたが、今、それもそうだろう。いつもだったらちびすけが朝練で起きてくる時間帯でございます。ちょっとなんかね、雪が降って、雪の情報を知りたくてさ、テレビつけようと思ったらテレビつかねえの。テレビのつけ方もわかんない。ちょっと皆さん、こういう時はさ、家にあるさ、ものでさ、上手に、頑張っていきましょう。皆さん、頑張っていきましょう。と、家にあるバーコードとか。結局私、昨日から、あんまりなんか変わってないのよ。こっち座ったとしても。昨日座った時と、そのなんか状況が変わってなくて、バーコードが取りやすいところにここにあるとか、そういう状況でも全然なくて、まあ、のんきに一日、ほえって過ごしちゃったわよ、みたいな、感じです。ただ、
2月はバレンタインがあるじゃん。バレンタインのチョコの友チョコみたいなやつ、ちょっとこう、包んでたりとか、あとはその、お送りする、友達にお送りするために箱の中に、こう、チョコを詰めるみたいな。私結構あれよ、私が送る荷物って、むっちゃなんかきっちり空間把握能力あるんで、箱の中に、きっちりぎっちり詰められる、ものを詰める才能があるんで、それの、あとここ、あとちょっとここに入れる、友達に送る、別にその友達が見てるわけではないと思うから、見てたらどうしよう、見てたらどうしよう、見てるかどうかわかんないですけど、まあ仮に今回この箱で送るときにね、いいですか？いいですか？いいですか？これちょうど60サイズの箱なんです。ね、箱の中に、これ、バレンタイン近いんで、これ送りたいです。ね、これ、私が送る荷物よ。もうちょっと切るんですよ。これで、じゃーん。ちょっともうちょっと悔しい。ここちょっと悔しいよね。ここ悔しいよね。なんか、言ったよね。確かになんかちょっと、まあ悔しいわ。悔しいは悔しいんですが、結構きっちり入れてない？頑張ってない？ちょうど東急に行った時に、ここの空間をなんとかしたいね。ここに入るなんか空間のなんかある。なんかある？入れるのなかなか難しいぜ。なんかえよう。で、ここにこれを、こうスポッてやるのもちょっと天才チックじゃない？で、ここの部分になんか入れたいなと思ったわけ。ここに。そうだ、これだ。これイタリアのチョコレートなんです。これ結構美味しいんですよ。これ。イタリアすっごいなんかこれいろんな形状のこう4個とか、これ何個入り？ 6 個入り？なんか何個入り？ 3 個入りとか2個入りとか、もうなんかこのタワーみたいになってるやつとかいろいろ売ってて、ここはこれだよ。びっちり入った。バッチリだよみたいな感じで感動だなって思ったんだけど。そうね、あとここの平たいところに何か入るやつないかな。平たいところに入るなんか、ディズニーランドで買ってきたやつで箱に入れられるやつではないか。まさかこれがダメだろう。なんか入れられるやつないかな。もうここにはね、なんかね、良さげななんかがあるわけじゃない。ここね、どうしよう。これくらいなんて何が入る？なんか悔しいな。悔しいけどここに入るやつ。これくらいの偉いやつが入るやつ。なんだろう。食べ物とかだったらなんだろう。まあでも、もう諦めちゃってもいいんだよ。ここまで頑張ったって。あとは、そう、ねえ、あともしあるとしたら、そうだ、そうね。思いついた。カルディで、コーヒーを買ってきたやつがあるんですね。なんかコーヒーの一袋。これ一個ずつ違うのかな。ドインコーヒー。
エトコーヒー、なんか、ブルーマウンテンブレンドとかいろいろあるな。こちらへ全部。あ、コーヒーいいかも。これで入るだけコーヒー詰めとか自分は飲まんと。それでエトコーヒーよね。コーヒー、カルディコーヒーファームっていうんだからいいんでしょう。コーヒーが美味しいんでしょ、多分。わかりませんが、あ、観賞会っぽくなってなかなか、いいんじゃないかな。ちょっと入れ方がよくて、よし、このちょっとの隙間がちょっと気になってたから、これでより完璧になったべ。うん。まあ、チョコレートと、コーヒーと、チョコレート入れたよね。うん。で、お手紙入れて、これをくっと縛って、プレゼント。そうだ、私なんかプレゼント企画とかやろうかな、自分で。ツイッターフォローとかしてくれます？そうしたら。あのプレゼント企画、バレンタインのチョコレートをあげますとかいうさ、プレゼント企画やるっててやらないさ、あれでさ、空間能力があるんで荷物詰めてとか作りなもんなので、いろいろ、あ、価値ないいらないもの詰めてあげるとかじゃないってさ、あくまでもさ、ちゃんと持ってるやつ、あのディズニーランド土産くれとかさ、なんか言われそうなんだけど、結局まださ、じとじと自分のさ、なんか、あの、もらって、今回満足したんだけど、クソ高い土産じゃん？今、ちょっと、なんか、置いてある。これからバレンタインなんで、いろいろね、チョコレート買ってきて、なんか、こう、渡すやつ、とかっていうのを、なんか仕分けたりとかしてる。で、会えないっていうか、なかなか遠くて会えないとかの友達には送るみたいな感じで、そういうのを、作ったりとか、荷造りとかして、で、郵便局に行こうかなと思ったら、もう、あの、郵便局が、雪で行けないっていう。これさ、あと、白クマ関係ねえじゃんねえ、みたいな。これ、パンを割れば、白クマ出てくるのかな？まあ、そんなことを、やったりとかしてました。そうね。なんか皆さんと、盛り上げて、何も言うことがないんかい。なんか、そうね、検証全部紹介しちゃったじゃん。あとはね、まあ、店内の検証、だから店がさ、もう、予算も限られてるし、そんなに、まあ、とりあえず今、冷蔵庫の中を、まあ、このケーキも含めてですね、もう食べて、新たなものを、入れ替えようみたいな感じの活動しようとか思って。思ったよりちっちゃいね、これね。まあ、ここの辺をちょっとちょびちょび食べてたのは間違いないんだけどさ。まだ。まだ。普通に置いとけば、普通に解凍になるよ。この辺の味が知りたいね。なんか。いちごっぽい。何なんだろう。まだ固
たいですか。いちごジャムゾーン、ジャムというよりは、なんかフローズンいちごみたいな、いちごアイスの、なんていうかハーゲンダッツのさ、一番いいいちごのゾーンのところ、まあ全体的にはちょっと上品な味であって、まあ、かつ、ドライイチゴか。これドライイチゴだな。入ってるのが。まあ、山崎とは全然違う。あの、生クリームもそんなに多くなくて。まず、ショートケーキっぽい感じの。可もなく不可もなくのケーキでございます。そうね、雪の日無理しないでください。八王子の方は凍結、まあそうするとやっぱり専門的なタイヤとか履いてなかったら事故になったりとかするんで怖いですのでね、無理はなさらぬよう。こういう時にお家にあるカップ麺とか、あとはバリバリ無限とか、あとご飯にちょっと冷凍庫の中にある漬け魚とかちょっとしたものを食べたりとかして過ごすっていうのはいいんじゃないでしょうか。まあうちはね、雪だからといって明日休みとかってはならないので、とりあえず明日休みっていうのは朝練が休みになったっていうのを聞きましたけど、それ以外は仕事も学校もある。保険屋のおばちゃんは雪が積もってなかったら行きますって言ってた。がん保険云々のやつね。私は考え方としてはですね、今がんになってるとか、がんまあ、親とか兄弟とかが、がん家系とか、そういうわけではないんですよ。ただ、私の友達が、まあ、結構若くにして、40代後半、50代ぐらいにして、がんと診断された、これからどうしよう、みたいな感じの話が、ちらほら出てきたので、まあ、ちょっと私、がん保険入ってないですよね、って言って、保険屋さんに聞いたところ、がん、入ってませんと。まあまあいい手厚い保証には入っていて、1日からでも通院でとかでもらえますけれども、先進医療のがん、あとほらがんって告知されてから、そういえばさ、宮迫ってさがんになったんだっけ、がんになりましたで一時金とかなんとか CM 出てたような気がするんだけど、だから今医療の進歩とかで治療がちゃんと受けられれば治るがんがあるかもしれないとか思ったら、まあそこでお金がなくて諦めるっていうのがちょっとなって思ったので、まあ、保険に入れたらみたいな感じで話をして、なんその保険屋さんが、なんとベルクあたりからベルク近いんです。なんかスーパーの話したらすごい盛り上がっちゃってさ、ベルク今日ね7時で閉店なんですとかって言って、マジですか、じゃあ雪、こっちの方は来ない方がいいですよみたいな、結構山の先結構坂とかがあったりとかするんで、そうなるとまあ普通に冬タイヤとか履いてないので、こっち関東の人って普通のタイヤしか履いてないんで、もう弱いですよ、マジに使い物がなんないから、雪が降るとだからもう出かけないに限るみたいな感じで、まあそういう時はそういう時でですね、ちょっと違ったことをやって、何そう、だからさ、検証でもさ、あるじゃん。俳句とかさ、料理コンテスト的なやつとか、ああいうのちょっとやろうよ。ね。
塩鶏のやつの鶏肉コンテストで、私あの、鶏肉のやつを食われちゃったんで、ちょっと鶏のね、ひき肉みたいなやつがあったんで、ちょっとあれでなんか作りますわ、この、あの、外出れない。だったら、出れないなりに、じゃあ料理コンテストのなんかを作ってやろうよ、みたいな。ちょっと、みんな、楽しみを、検証、もうなんか買わなくてもできる検証があるみたいな方向でちょっとやっていきましょうよ。うん、まあね、やっていきましょうよ、いろいろと。とビスケットの日のフォローリツイートのやつとかも2月だから始まってますしね。あ、私が分かってる検証はお教えすることはできるんだけど、私が気がついてない検証があったらね、ぜひコメントで教えてください。よろしくお願いいたします。今日はケーキ、もう食えません。これ以上ちょっと食え、ハゲタカになっちゃったんだけど、このハゲタカを、チビスケ食べるって言って、あいつ、いらねえよって言うんだろうな。そしたら私の、あ、また、まるっと、もうちょっと経った、3時のおやつにしますわ。あ、この辺、つついて、ハゲ山にしちゃったんで。冷蔵庫にあるやつは、あいつのおやつみたいな感じに。して、うん、まあね、楽しみましょう。あとね、なんかね、これもらったカルビーポテトチップス、今日は海苔弁です。面白くない、これ、ご飯に海苔弁ですって貼るの。これ海苔弁作ろうかな。チビスケ朝食わんだな、あの人な。うん、でも海苔弁ってなんか作ると美味しいよね。普通にこうお弁当に海苔弁、うん、まあなんかさ、外出れないからさ、外出れない楽しさを、だコロナのコロナ再来みたいな感じじゃん。ちょっと楽しんじゃいましょうよ。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。